東京23区の12月の消費者物価指数が40年8か月ぶりの高い水準となっています総務省が発表した東京23区の12月の消費者物価指数は天候による変動が大きい生鮮食品を除いて前の年の同じ月に比べて4%上昇しました4%台の上昇となるのは1982年4月以来 40年8か月ぶりの高い水準です食料品や電気代ガス代などの値上がりが主な要因で物価の上昇が顕著です東京23区の消費者物価指数は全国の先行指標として注目されていて来週発表される全国の12月の指数も大幅な伸びが予想されます